秀明は、日本の国土交通議官。国土交通省水資源部長や、国土交通省北陸地方整備局長、福田組、副社長等を務めた、土木学会国際活動奨励賞受賞。新潟県長岡市出身。1981年北海道、大学工学部土木工学科卒業、建設賞入賞。1994年建設省科選挙区科選。 計画課課長補佐。1996年建設省中国地方。建設局比以川。神戸川総合開発工事事務所長。1999年建設省大臣官房付。2000年フィリピン派遣。2005年国土交通省河川局河川計画課課情報対策室長。2007年岐阜県都市建築部長。 同年土木学会国際活動奨励賞受賞。2010年国土交通省関東地方整備局、利根川上流河川事務所長。2012年内閣府政策統括官付け参事官。内閣官房東日本大震災、対応総括室参事官。2014年国土交通省水管理、国土保全局水資源部長、内閣官房副長官補付内閣。 審議官内閣官房水、循環政策本部事務局長。2015年から国土交通省北陸地方整備局長を務め、国土強化のための連携などにあたった。2016年国土交通省大臣官房付、2017年河川財団参事、2019年福田組執行役員副社長。ありがとうございます。